あれも三浦一族かな。はあ、家紋よ。でも家紋がそうだ、大体そうですよね。家紋が丸井さんだよ。あのあだから、ね、のすごいのがいるよ、三浦一族の子孫には。そうなんですか、うん、おいるじゃんよ。いやでもあの歴史的みたいに、ね、結構すごいのがいますよね。いるよ、今日はですね、ちょっとあの三浦一族とですね、小桜姫。小桜姫なんだ。今日一応テーマは小桜姫。小桜姫のことだよな。そうそう、小桜姫歴史研究しにしたいっぺんから。そうそうそう、でどういうね、まあ結構以前聞かせてもらったらすごいこう研究されてるんで、とんでもない。あの一応ですね、まあちょっと紹介させていただきますと、はい、あの、渡辺酒店ですね。あ、そうです。ちょっとね、渡辺酒店の渡辺社長ですけども、はいはい、今日ですね、ここに三浦にある渡辺酒店で、まあ、小桜姫というお酒をですね、作られて、はい、で小桜姫のこう研究をされてる、はいはい、っていうことで、あの作ったからにはそれについての知識がないといけないと思って、あでいろいろ勉強しました。あ、うん、もう 何年ぐらいされてるんですか。三浦一族のこと、三浦一族の小桜姫です。研究は小桜姫はね、一番新しい方ですね、研究してるのは。あ、新しい方ですか。うん、あの最初はね、新井城のほら落城みたいなのがあったでしょ、あの頃のことが知りたくて地元だから、その研究みたいなことは結構してましたけど、それで一番最初にね、はい、作ったお酒がね、新井城っていうお酒作ったんですよ。あ、新井城とお酒作られた。それはもうね、2、30年経ちますよ、作ってから。今でもあるんですか。ありますよ、新井城。新井城ってね、新井浜の新井に、はい、新しい新井じゃないですよ、荒次郎の新井の、はいはい、新井城って作ったんですよ。あ、これ荒井ですね、新井城で作ったんですよ。でね、私こう思いをあのこう浮かべてね、油壺のあの風景を浮かべてね、油壺があるんでしょ、それでね、そこのところに、ね、新井城がここに あったもんですから、まあ、砦みたいなもんだけどあったから、そこからね、その新井城のこの油壺を見ると、そこからこう月がね、はい、こう上がるんですよ、はい、でこう湾を照らすんですよ、その景色が素晴らしいんですよ。だから私はそこのね、新井城の上にね、月のって入れたの。月の新井城ってしたの。はあはあ、まあ、それがいいだよね。なるほど。またあの月のっていうのがいいだよね、そのやつがね、いつもね、頭に光景にありますよ。この油壺湾とあの新井城のところにこう月が差す、それがね、一番最初ね、作ったきっかけなんですよ。あ、それからお酒を作って、それからあとまあまあ地域発展のためになんかしてえなと思ってたところに、はい、新井、あの小桜姫もいつか作ってみたいなという思いがあったんですよ、まあ、なかなかできなくて、でひょっと作るようになった。いつぐらいから。新井城作った、あの小桜姫はまだ何年でもないな、作ってから10年ぐらい経つかな。10年も経たないね。7、8年かもしれないですよ、小桜姫。なるほど。まず小桜姫を作るきっかけになったのはどういうことなの。やっぱり小桜姫物語の本を読んでたか。いや、やっぱりね、関係者の方が来られるじゃないですか。浅野さんとかそういうのが小桜姫来るから、あ、そうで、お参りも来られますし、神社に、はい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 、あのじゃあこれか何かのあれがいいか、小桜姫がいいなと思って小桜姫っていう名前にしたんです。ああ、うん、なるほど。それを考えたんですよ。で小桜姫って考えたらば、酒を作ろうと思っていろいろ調べて、あのほら遺書登録とかあるのあるんじゃないですか、はいはいはい、あれをこう調べてたらね、小桜姫っていうのがあったんですよね。あ、小桜姫っていうのは山形のね、小さな酒蔵が作ってたんですけど、それがもうね、ちょうどね、人気切れ、ほら消滅しちゃったんですよ、権利が、はいはい、権利ね、その消滅した時に、うん、たまたま俺が調べてとかあったから、ですぐ消滅してればもうすぐ次のやれば商標登録取れるって、ですぐね登録したんですよ。で商標登録が取ったんですよ。ああ、なるほどなるほど。それでね、まず作んなきゃいけない、何がいいかなと思ったけど、お酒考えましたけどね、はい、今ブームだった、焼酎がブームだったもんで、一つじゃあ焼酎でやろうかなと思って、で焼酎で先やったんで、はい、陶器のこういうやつ作ったんですけど、はい、それはね、作り出した時すぐね、神奈川新聞とかね、ああいうタウンニュースとかいろいろね、来てね、はい、発表したから、はい、すごくよく出ましたよ、その酒は、そっちは、うん、はいはいはい、うん、小桜姫目で作ったいろいろね、だからね、結構遠くの方からね、はい、ありましたよ、小桜姫送ってくださいとか、はあ、やっぱり全国的に知られてるんですね、小桜姫はね。まあね、小桜姫自身はその宣伝に書かれた、ね、うん、本がありますし、うん、小桜姫とにかくね、この
小桜姫、あの村井玄斎っていう人が、はい、あの宮古新聞って言ったかな、宮古新聞にね連載したんですよね、はい、それが明治29年に6版を重ねて、はい、今度それをだから1冊の本にしようと思ってて、1冊の本して出したやつが椿の御所ですよ。それが全国的に言って、はいはい、それが荒次郎と小桜姫の恋愛もんで、はい、それがすごくヒットしたんですよ、ね、うんうん、で今それで、それがヒットしたもんですから、はい、一応架空の人物だけども、それが実在してるというような錯覚を皆さん全国で起こされてるんですね、だから歴史的に行くと、なんていうんですか、架空の人物って言われてるのが普通なんです。ああ、うん、なるほど、うん、じゃあその小桜姫物語が出る以前にその前作の物語があったということですね。要は前作は前作っていうか、まあ、そのそらジローの話というのは、それはね、だからあとは三浦一族関係の人物をそれに当てはめちゃったんですよ、実在の人物を小説のその中に、なるほどなるほど、その中に小桜姫を入れちゃったんです、だから結局実在してるんじゃないかというようなことで、ね、もう一つはほら浅野さんの霊界通信、はい、霊界通信ですね、あれの本のことで、それでもって知れ渡って、小桜姫が知れ渡ったんですよね、全国、やっぱり全国からお参りに来られますよね。そうですね、諸磯神明社、神明社、ね、あの小桜姫神社っていう形で、うんうん、でも小桜姫神社っては言われてないんですよね、はい、あそこはね、若宮神社っていう、あ、若宮って言われてますね、うん、あの若宮神社っていう名称はもう相模不動ですから、その時代の時に若宮神社では載ってます、はいはい、ただ小桜神社っていうのはどこにも乗れませんよね。そうです、インターネット上ではね、あの小桜姫神社ということで、だから諸磯神明社ということで、あのそれが、言われがありますよね。霊界通信の浅野さんの関係で、いつの間にかそのあれになったんじゃないですか、小桜神社になったんじゃないですか、と思います。なるほどなるほど、うん、で地元ではもともとはそういう名前は全くなかった。あ、地元の人ね、私もね、もう100歳ぐらいの葬式にね、もう2人さんでしかいないんですけど、はいはいはい、聞いたんですけど、すぐそばのね、神社のすぐ脇のね、はい、人のね、あの100歳ぐらいになる人のものは、はい、小桜姫はいなかったって言ってましたね。ああ、うん、まあ言い伝えではいなかったっていうようなことを聞きました。だから小桜姫があの現地の人でいたっていうのはあんまりないですね。ああ、なるほど。現地の人は、まあ、現地の人はね、うん、うん、じゃあどちらかというと物語上の架空の人物、架空の人物だって言われてますよね。ただあまりにもこのほら浅野さんが書かれたやつが、その諸磯の地形と神社とかそういうところに合致していくから、これいたんじゃないかなっていうふうなことが霊界通信で言われてますよね。でもお嫁さん、荒次郎の嫁さんっていうのは、はい、あの吉本っていうんですけど、房州のマリア一族からこれ来てるって、これはもうね歴史上のね言い伝えなんですよ、はいはいはい、うん、だからそれが来てるのは果たしてその人が名前が小桜姫って言われてたかどうかっていうのは、はい、これはもう謎ですけどね、その人が小桜姫って言われてたらやっぱり小桜姫いたんでしょう、でもその人は名前が分かんないんですよね、ただあの死んだの後のあれが本名が霊勝院かな、霊勝院っていうのは、はいはい、あの未だに残ってるんですよ、霊勝院って言われてたって、その吉本の奥さんは霊勝院だった、霊勝院ね、うん、はい、それはね小網代にね、はい、今もね小さなねお堂みたいなところになって、そこにね小網代の森の近くに、うん、そこにね、はい、位牌がありますよ。ああ、その位牌はね、はい、でもね、あの調べてみると江戸時代のもんですね。ああ、うん、江戸時代位牌は、うんうん、でも霊勝院ってちゃんとやっぱりなってます。うん、霊勝院っていうのはもうあの代々歴史上にきちんとした文献にも載ってるみたいですね、うん、だからその人はいたんでしょ、奥さん、でその人は果たして小桜姫かどうかっていうのはこれはちょっと 謎ですよね、うん、時代的にでも江戸時代だったら新しいかなっていうか、まだ新しいですね、あれは一応ね鎌倉時代、室町末期だもんね、室町末期ですよね、うん、今から500年前、うん、だから来年の7月の11日ですか、うん、で要は見栄堂ということが500年と言われてますけれども、そこにはね、そこの霊勝院にはね、大日、はい、大日如来っていうのがご本尊であります、うん、なるほどなるほど、以前ですね、この近くにお寺があったっていう話をされあります。それはね、もうね、うちのこのすぐ一角がね、はい、
ずっと何にもないこうもあの建設会社が、ね、置き場にしてたくらい白いとこなんですよ、はいはいはい、で周りにねなんかお墓がこういっぱいあったんですよ、それでね、寺の人に行くとここには神社があったって言われて、それでね、あったってことは確かなんですよ、はい、広報院光る宝の院、はいはい、広報院っていうのが、はい、このところにあったんですよ、はい、でそこにね大きなイチョウの木のあったマスがあってね、それがね漁師がね漁に出た時海の沖からねこうあっちとこっちで合わせてこう山っていうのを見るんです、はいはい、この山の一つにこの永泉寺の、松って、もうずっと代々それが言われてる、はい、だからねここにあったんですよ、で俺なんかが小さい頃ね、はい、イチョウの木のでかいのがこう倒れてましたよ、中がね空洞になったのがね、そういうのありました。だからここにあったのは確かですよね、広報院広報院、うん、それでね、物言いそのその新名車をね、はい、持ってるのがね、はい、広報院なんですよ。広報院持ちなんですよ。広報院持ち。だから広報院がその物言いその新名車を管理してたってことですね。だから、広報院が管理したもんだから、だから小桜神社、小桜市あの 神社っていうのはその当時はないんですよね。若宮神社はあるんです。ああ、若宮だね。うん、それが若宮神社が今は小桜神社になっちゃってる、それがどういういきさつかっていうのはこれはちょっとね神主に聞いても分かんないです。今福士さんっていう人がね、代々神主やってますけど、聞いてもね分かりません、うん、ただね広報院のところで、ね、管理してたのがね、はい、ここにね荒井一族っての人がいたんですよ、はい、その人がね、代々そこのね諸磯の新名社を管理してたんです、はい、管理してたけど、その人がね、だから神主が途中からもうほら辞めちゃっていなくなっちゃったんですよ、お医者さんかなったのよな、後の人がな、で、次がいなくなっちゃったんですよ、で、そこにね、すごいね、荒井一族ね、お墓ありますよ、すごい、なんていうんですか、こういう、こんなほら、何作りっていうの、こういうほら、神社で、出雲大社とか、なんかこういう作りなんですよ、そういう作りみたいになって、そこにあるんですよ、で、荒井一族の墓があるんですけど、私はちょっとね、なんかちょっと寄りつけないから行ったことないんですけど、それがあるんですよ。だからそれの、神主さんが私は、はい、私の考えですよ、あくまでもね、だからその神主さんが広報院持ちで、はい、管理してたんだけど、はい、管理ができなくなったから実はここにね年寄りが代々ね諸磯の区長をやってるね青木忠兵衛さんって人が、はい、もう代々古い人なんだけど、その人が言うには、ここにね小桜神社があったってその人は言うんですよ。この今その広報院のそこに、小桜神社はねここにあったんですよって、それをその人が言ったんですよ、で言ったことを聞いて俺バチッて感じたのは、そうか、それで小桜神社はここにあったんだけど、荒井さんがここを管理してたんだけども、耐えてできなくなっちゃったから、これはいけねえなと思って、それでねこの小桜神社を自分が管理してる諸磯神明社へとこう移したじゃないかと、その時にそこに移して、それが小桜神社になったのかなと、これはあくまでも推測ですけど、そんな推測もしてるんですよ。だから諸磯神明社がですね、まあ、小桜神社、だからね、おそらくね俺ね、あれが小桜神社ってなったのはね明治時代だと思いますよね、はいはいはい、それ以前は小桜神社とは言われてないですよね、若宮って若宮神社、若宮神社っていうのは誰を祀ってるのかなと思って、そうですね、ということは、まあ若宮神社ってね結構ね、はい、ほら八幡様にあんでしょ、若宮神社ってね、だから源氏のなんかゆかりのところにはあるって神主さんは言ってましたね、源氏のゆかりのところには若宮神社があるよって言って、はいはいはい、はい、で結局その、まあ、じゃ あの小桜姫っていうことに戻っていくんですけども、はい、で小桜姫自身が、まあ、現実のものじゃないとしても、まあ、歴史上ではですね、最後の三浦一族の最後の お姫様っていうのは房総半島千葉の方から来たと、はいはい、っていうふうに言われてますよね、うんうん、だから歴史学者から言うとちょっと小桜姫っていうのはなんかみんなねさんね架空の人物だと言いますね、でやっぱりその中でじゃあもしあったとするならば、やっぱその心のなんていうんですか、まあ愛人というか、だからそうだね、私もね
だからドーソンっつうのもさ、父親のドーソンっつうのも4人の奥さんがいたんだから、おそらくアラジロもいたじゃねえかと思って、そのうち の, あの側室と言われますような人の一人じゃねえかなというような推測もしてるんですよ、うん、まあね、その当時は側室っていうのは別にいても不思議じゃない。ああ大丈夫大丈夫、うん、まあ、それが最後の、まあ、お姫様、その人の中の一人が、うん、まあ、例えばあのここにあの諸磯にこういっぱいそういう施設と奇跡とか、そういう言われが残ってれば、じゃあその人即死した諸磯から出たんじゃねえのかとかさ、そんなことまあ思いますけど、うん、そこまではっきりね分かんないです、この人はここからね、あの浜諸磯にはね、うん、三浦一族のねすごくねゆかりのねあの場所がいっぱいありますよ。あ、うん、それであの小桜姫のね、本を読みますと、うん、鎌倉から来たと。あ、来たと。大江からね、大江一族から。大江一族と。うん、まあ、やっぱりその辺はどういうふうに思われますか。難しいところですね、これね。うん、だから、あのちょっとあれしたら、大江一族の大江の、はい、だからこの、大江城信からのとこから嫁に来たらって言いますけど、この大江一族の代々の家系図を見ると、はい、この城信っていうのがちょっと出てこないんですよね。あ、その家系図、そこがちょっとやっぱり不思議なところで、それで、あれに浅野さんにも聞いてみたんですよ、そのこと不思議ですねって、そしたらさ、これはちょっとね間違えたかもしれないけどね、大江一族のね、これじゃここじゃねえかなって言ってました。ずっとあんだけど、このね、はい、塩種って言うんですか、はいはいはい、この人だっては言ってますよ、うん、なるほどなるほど、うん、だからそこがちょっとね、でもほら霊界通信で言うのは、はい、あまりにも現実的に合致してるということがね、いろいろありますよ。なるほどなるほど、うん、この近くにもね、だからいたじゃねえかなっていうようなことありますよ、ね、ほら馬の話ですけど、はいはいはい、あの可愛がってた馬は、あの小さいラインで、あの黒い斑点の白白馬だって言われてるんですよね、はいはいはい、でこの下にね一軒ねある神社の近くなんですけど、そこのうちでねある時ね、うちの周りを直すのに、こう山の際に立ってるんですけど、はい、白目にこう削ったそうですよ、削ったらもね石のね、はい、洞窟みたいなのがこう出てきて石の、はい、そこがこう来てちゃんと作ったって、そこにね馬がね一頭ねちゃんとね葬られてたんですよ、小さい馬、これでね北を向いてねちゃんと葬られてた、だからねそういうところ見ると小桜姫のこの新馬じゃねえかと思う。普通の馬だからそんなことしないですから、ですぐねそこの人がねそこのうちにもそういう言い伝えがあったらしいですよ。あ、なるほど。これであのね馬頭観音なんて作ってね、未だに祀ってありますよ。でそのままね、すぐね埋めたらしいですよ、でそのままにね閉じてねまた置いたらしいですけど、そういうとこはもう完璧にそのなんですか合致してくるんですよね、うん、なるほど。いろいろ合致するとこがね不思議なとこが結構ある。それからあの、はい、小高いあの破れあの落城の時に小高いあの対岸南の対岸の小高い丘のところの森に伊織みたいのを作って、小桜姫はそこに、はい、あれしてましたよね、住んでたって言われましたけど、そこの小高い丘ってとこがどうかなと思って、大体想像つくんですね、地元だから、で小高い丘ってどこかなと思って行ったらば、ある日ね俺突然ねひょっとねその小高い丘の一宮で、はい、五輪の塔ですか、五輪の塔のこう崩れたやつもあるのを、はい、あれ見つけたんですよ。はあ、なるほどなるほど。それでまあね地主の人に聞いたらばやっぱりねはっきりことはちょっと言ってもらえなかったけど、推測なんですけど、あれ俺ここで小桜姫が亡くなったんじゃないのかなと思ったんですよね。で五輪の塔なんてそんなある時だなぜか不思議にそこに一基だけあるんです。あるんですか。うん。五輪の塔。五輪の塔が、うん。それは一応そこ。だから私はただ推測で、あ、小高い丘の南の小高い丘の森の中の塔だから、これは小桜姫の亡くなったところだよ、でもね、亡くなったからって言ってね、その場所に神社っていうのは建てませんから、
だからなくなっても神社を建てるので、あの霊界通信だとなんか屋根をやるに瓦職人が来たり大工が来たりって言って、そうですね、大きなもんですから、今の若宮神社とこんな小さいもんですから、そんな必要ないんですよね。だからその時のやつは、だから今あの区長その人が言ってた、はい、青木さんが言ってた、ここに小桜神社があったって言われると納得できるんですよね。この広報院の一角に小桜神社があったっていうと、そのくらいの大きなものを建てれますから、だからそれで亡くなったところには五輪の塔、はい、それから祀ったのはここだ、ここの、あのじゃないかなっていう、あくまでもそれは推測ですけど、そういう推測をしてるんですよ。ああ、なるほど、うん、そうですね。やっぱり小桜姫物語の中で、あの村の人がね、うん、あの小桜姫のことを思って一生懸命集まってたくさん作った、まあ、実際現実に今あるもちろん姫じゃないですか。これから小さいもんですから、ね、あれはもうだから若宮神社で、だからそれがここが崩れてもうなくなっちゃって、もうあれだから、後々のあれにはダメだから、あの新井さんが神主が私の代でじゃあここへ収めようかなと思って、そこやったんじゃないけど、私はその推測だけしてるんじゃないのかなと思う。なるほど、うん、まあ、やっぱりその自分の代で耐えてしまうんだけども、うん、ちょっと気持ちとしては過ぎないから、うん、それでね、うん、あの広報院っていうようなのは、はい、これはもう歴史上の資料に何回も出ていますから、もう間違いないですから、広報院って言い伝えじゃないですから、ここのうちのそこの若いにもお越し様ってありますけど、はい、そこにもね広報院ってちゃんと書いてあるんです、はいはい、だから広報院っていうのは間違いなくて、であの諸磯神明社っていうのは広報院持ちなんですよ。広報院が管理してた、はい、広報院の管理してた諸磯神明社は、はい、新井さんが管理してた、そこの新井さん、新井さんが、だからその人が管理してたから、うん、このその人が途絶えちゃいけねえと思ってもう管理し終わっちゃうから、それで、うん、移したんじゃないかと思って。あ、なるほど、まあ、要はその新井さんがもう一つ持ってた諸磯神明社の方に、そうそうそう、まあ、ちょっと大きいものを持っていく無理だから小さくして、そうそうそう、やったんじゃないかと思ったんですよ、推測ですよ、まあ、それのことをはっきり知ってる方はもういないです、いない、映像はいないと、いないですよ。 今ね現在生きてる人でも限度が100歳ぐらいですからね、100歳の頃ぐらいの人じゃまだまだそんな新しいことは、あの新発見のことは分かんないですね、うん、なるほど、分かんないですよ、本当にね、この小桜姫物語というのが最近だとやっぱりこう注目をまた浴びるようになったんですね。そうですね、それでね結構ね小桜姫 の子孫だとか、はい、関係するなんていう人は結構いますよね、うん、そうですよね、そういう人がね気の来ることありますよ、うん、そう、まあ、全国的にあの小桜姫物語というのがあの話題になって、うん、でやっぱりこの10年ぐらいでやっぱりスピリチュアルというところ、あ、そうですね、スピリチュアルですね、あって、で日本で一番初めのこのスピリチュアルに対するこの本ということで、まあ、バイブル的なそうですねということで、やっぱあの浅野朝黒さんがこう書いた本というのが非常に、まあ、脚光を見たっていうのが、そうですね、あるんで、まだね古い本ですけども思い出されて、まあ、あのそれが現実問題どうなのかなんて結構言われてますけども、まあ、スピリチュアル業界の中ではやっぱりこの小桜姫というのがすごく神格化してる、そうですか、やっぱりこの治らない病気が治るとかいうことを言われる方が多くて、日本全国から不治の病を持たれてるような方とか、まあ、そのご家族さんが、そういうところまでもう来てるんですか、ね、そうなんですよね、だからそういうところであの要は本当にそう、まあね、末期がんの方とか例えばそういう人たちが、うんうん、あの小桜姫の拝みに行ったら、まあ、延命したとか、はあ、っていう話が結構、まあ、そうですか、まあ、真実の問題としてどうか分かんないですけども、はあ、そういうことが結構されたりとか、まあ、あの全国にいるこう霊能力者の方が小桜姫のご加護を受ければいいことあるよというふうな宣伝をされているというお話もございますし、だからやっぱりこう、いや一体それはどうなってんだろうかって言って、やっぱり日本全国的に生まれてる方が多いと思うんですよ ね、資料としては残ってるのが何もないですからね、そうなんですよ、そこはね、難しいところで、で三浦でもやっぱり、誰市長の時だったから、久野市さん、久野市長、野上市長、野上市長から、うん、野上市長の時に結構その小桜姫をということで小桜姫荘とかで あったと、油壺に、油壺に ありました、あの小桜、小桜草じゃない、小桜草、ありました、油壺に、昔、そうですよね、うん、
だから、まあ、たまたまそういう話もあるし、まあ、あの我々ももともと小桜姫というものもあんまり意識もしてなかったんですけども、うん、あのちょっと石毛さん来てきてください、せっかくですから、せっかくですから、もうちょっともこっちカメラ映った方が、まああの対談形式でね、あのやってます。浅野さんとかさ、そういう関係者の方が結構ね集まってここで話し合いしたこともありますよ。呼んでくださいっつってさ、あの集めて、対談みたいなこと、そうですよね。関係者ね。まあ、たまたま我々もあの多分ビデオ見られるかわからないですけども、あの出口鬼三郎さんのねえ、ですね、これもさんで会わせてもらったんだ、ね、会わせてもらった、この前あの渡辺社長にお会いして、その後ですよね。あ、本当に不思議ですね。その次の週ぐらいですよ、ね、その次の週が次の週だから、ね、だから会わせてんだよね、これやっぱ、ね、その間石毛さん会ってその次に会った時だからね。だからそれでたまたま電話したら、友達が遊ぶと行くんですよ、ね、そしたらこういう設定で、ね、だから現実にそれがいるかいないかっていう問題よりも見えない存在が多分いると思うんですよ。いるんですね、そう思いますね、だから、うん、そこは思いますよ。そうだから見えない存在が動いていて合わしてるなと、うんうん、だから多分何か訴えたいことがあると思うんですよね、うんうん、だからまあ、 こういうふうな出会いっていうのも産むっていうのもね、こう、まあ、本当にまさに霊界通信ですよね、うんうん、見えないところでつながっていて、そういう人たちがやっぱ関係あるとどんどん出会っていくと、うんうん、いやいや非常にこれ面白いなと思うんですよ ね、そうですか。じゃあ せっかくですから、この小桜、あ、それはあの、作ってやつですね、ちょっと宣伝でも、あ、いやこれはあの、はい、大分の方でね作らせてるんですけど、はい、結構評判良くてね、皆さんあの宮城にって言って、あのお帰りになっていきますよ、はいはい、でお参りにした人が、私全然宣伝も何もしてませんけども、なんかどっかから聞いてきて、帰りに買っていかれる方も結構います、でこのラベルはね、はい、小桜姫のこのラベルは、はい、あのうちのねちょうどね親戚のが、はい、水墨画とかそういうのやってるもんで、お寺のあれなんですけど奥さんなんですけど、はい、それに言って何にも言わずに、あの何にも歴史上の関係もないもない前で小桜姫でよ、あの、うん、書いて小桜姫を書いてるんないかって言ったら、はい、分かったら書きますって言ったけど全然書けないって言って、ずっとね、1年ぐらいか1年ぐらいね何の元さずもなかったんですけど、ある日突然ねお兄さん書けた、それで送ってきたのがこれなんですよ。なるほどなるほど、これだからねこの次ね荒次郎を書けって言ってるの、あちら荒次郎はね、未だにね、書けないらしいです。なるほど、やっぱりこう、まだ入ってこないですかね。入ってこないらしいですね。だからこれもね、入ってくるまでには結構時間かかったんですけど、ですぐね、これ、書いてくると。で、これを、だから、何のやつもにも、うん、ラベルに使ってる、ちょっと、症状、小さい、なんか幼いメスなどですけどね、これがイメージでして、なんか上がったらしいです。なるほど、なるほど。ちょっといいですか。はい、うん、麦と芋両方あるんですよ、こっちが麦で、それが芋なんですけど、うん、日本酒もありますよね。日本酒もワインもあります。ワインも、うん、全部そう。あれ小桜物語に書かれてたのは我々大柄の方って書いてあるんですか。あれはね、あれはね、ずいぶんね浅野さんからね、ずいぶんね、いろんなことを聞いてね、何枚も何枚も書き直したらしいですね。はいはいはい。見たことありますか、あの白紙の絵は、うん、ないです。あ、俺撮ってあるよ。お撮ったと思ったな、あの浅野さんの時に、じゃあ見せてくださいって浅野さんで見せてもらって、本の調子を、携帯かなんかに入ってると思うね、なるほど。その画家に全部こういう姿でこれこれこうですってのを書いてもらったのがありました、それが表紙になって。なるほど、うん、で浅野さんの、その孫さんという方は どんなこと活動されてるんですか。まあ、別にこれ小桜姫に対して専門的に活動するわけではない。いや別にね、そういう大きな活動はしないけど、やっぱりそういう和三郎さん関係のことは詳しいから、やっぱりいろいろそういう方面のことはやってますよね。だからほら本を作るときには、ね、その人にいろいろ話を聞いたりなんかして、現代に 訳した本も出てますんで。 ありますね、うん、だからそういう時にはいろいろ全部アドバイスしてみたいです、ただその講演会とかそういうみたいなことはやってないですね。あ、なるほど、うん、まあもともとね、この何ですか、小桜姫というのは
浅野三郎さんとか、まあ、あの出口織三郎さんとか、うん、まあ、要は日本の明治を代表するスピリチュアルの、まあ、大家と言われてる、うん、という方々がね、まあ、始めたみたいですけども、うーん、すごい奥さんに、浅野さんの奥さんに降りてこられたんですよね。そう、そういうこと書いてますよ ね、 そうですね、奥さんに奥さんのあれですか、四五年が小桜姫だったんですか。なんかそんなこと、要はなんか憑依させたって言ってましたね。ね。うん。だからで、そのまま降りてきて、和三郎さんが全部、うん、処理して、うん。だから、あの当時そういうのが憑依、要はね、あの委託じゃないですけども、憑依させて何かをさせるっていうのが流行ったみたいですよね。だから、まあ、これ、小桜姫では話じゃないんですけども、あの、ひふみ神事と言われている、そういう神下ろしをしたっていうのがあるんですけども、はい、そういう時も千葉の真形神社っていうところで、岡本天明っていう人がこう神下ろししてで、それがわーって書いたのを要は文章にしてるとかありますよね、うん、だから当時はそういう、昔はそういうのが流行ったんでしょうね、まあ、ある意味あのこっくりさんって昔やったと思うんですけども、あれは、ね、そういう、まあ、霊的に憑依させて書くっていうのもあったと思うんですけども、ただいろいろね、あの言われたことがあまりにもこう合致する点が多いんですよね、だからあの実在の人物じゃないかなってことも言われますよね、あれですよ、前に来た人なんかね、よく来るんだけど、神社へこう行ったらば、はい、こうね行くとね、鳥の声が聞こえるって言うんですよ、竹やぶで鳥の声、そしたらね、なんかそうするとたらば、調べた後で調べたら、ね、明海通信の方から来たらば、うん、あの小桜姫はなんかオウムかなんかを飼ってた、飼ってたっていうことがね書いてあったんですよね、それでね、その人の人間がね、鳥の声がたんびにこう聞こえるって、うん、そういうふうに言うとさ、もうやっぱりこれ本当かなとかね、鳥の声が聞こえるそうですよ、そういう人もいますよ。なるほど、うん、ちょっとそこで見張ってるか待ってるかですよね、うん、これでね、うん、なんでもね、お参りに来てね、何にもね、霊感のある人とね、二人来たんですね、うん、何にもなくして、ものすごく神明社行ってね、あれしたら小桜神社だって言って行ったらば、うん、行ったら本殿のとこ行ったらば、お参りしたのが、ここじゃないってその人は言う、うん、ここじゃないってすぐ脇行ってね、ここですよ、ここですよって言うんですよ、うんうんうん、だからね、何にもね、伝えてないのにそこの場所へ行ったっていう、うん、そういう人もね、いますよ、うん、だからそれだけ霊感があるんですかね、あそこにね、まあ、でもね、日本全国からそれだけの人を集めるということはやっぱり何かあるんですよね、あるんですよね、多分何も感じないところで定期的に来られてる人もいますよね。そうですよね、うん、ほらね、綺麗になってますよ、だから、あそこは花があって、我々もね、行ってると、いや結構いろんなとこから毎月来てるんですよなっていう方が、うん、ね、いて、だからまあ、歴史的な話としてはどうなのかとかっていろいろ言われてますけども、うん、まあ、でもそういう話はまあね、さておき、うん、ね、まあ、そういうものを大事にしていく気持ちっていうのは大事かなとは思いますよね、どうですか、素晴らしいと思います。これが芋の方ですか。これが麦です。あ、麦なんです、はい、あ、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、焼酎で、地域おこしのためにと思って前やってましたよ。そうですよね、うんうん、小桜姫でいいですよね、うん、だからまあたまたまですね、我々もこの小桜姫、観光復活協会という名前を、ね、つけてやってますし、はい、まあ、何かこういうようなご縁でね、つながりができて、でしかもまあ、我々も思っていなかったところで、小桜姫というところで、まあ、出口さんのご子息さんとかね、あったんですね、これ偶然ですね、偶然ですから、合わせてくれたんですね、合わせてくれて、ね、うん、会えるもんじゃないもんね、まあ、普通は日本全国探して、会えないですよ、だから次の週に会うってことじゃないですよ、ね、だからやっぱり、まあ、自分で探してね、連絡者に行くわ、ね、ありえるか分かんないから、誘われたとこ行ったらそうだった、不思議ですね、これね、不思議ですよ、まあ、まさに小桜姫さんは愛してくれたから、そうですよ、ね、うん、だからまさに霊界通信から、そう、霊界通信ね、それ従っていったら我々も霊界通信に動かされたので、ね、本当ですね、じゃあ今度浅野さんに伝えておきますよ、そう、ぜひともね、やっぱりそういう、本当にこの小桜姫っていう人のものに対して、今度はね、浅野さん来られた時にな、やっぱりね、集まればいいよな、そうですよね、
連絡しますよ。そうですね、だから浅野さんとか、まあ、あの出口さんとかまた、うん、こういうタイミングでお会いできるチャンスがあったりとか、結構三浦一族のことを研究する人がいますからね。そうですよね、うん、やってる人いますよ、うんうんうん、だからそういうところでこう皆さんがねこう出会いがあって、うん、じゃあこの、まあ、歴史的な話よりもやっぱり精神的な話だと思うんですけども、そうですね、そういうところでつながりを持って、その輪がどんどん広がっていって、ね、三浦の地域貢献、そうですよ ね、三浦にはねこういう、ね、すごい人がいたってことをね、知らせてる、まあ、ある意味ね、あの500年も過ぎたこの歳月の中でもこういうふうな話になって、見えないところで人と人とをつないでいくっていうのはこれ素晴らしいことですよね、思いますよね。どうですか。いや、じゃあどうもありがとう。あ、とんでもないです、ありがとうございました。なんか言いたいことばっかり言っちゃった。撮影はこの辺でしますんで、はい、はい、ありがとうございます。